になってるこのボールオーダー塗装ノートですけども、今ちょっと見た情報によりますと、そのまま塗装がですね、もしはこのマスターが終わった後にですね、デモランタレントです、デモランできそうです。ただね、やっぱり天候次第なんで、この天気がもっと皆さん祈ってくださいね、祈ってくださいね。これが持てば、マスター7ビーのデモランがこの問題の後、何て言うのかな、行われるようです。楽しみにね、お待ちいただければなと思います。毎日にね、ちょっと雨が降って、デモランができないんじゃないかということもありまして、一旦中止に、中止というかね、延期という形を取らせていただきました。そして、マッサージスですね、この7Bをピットロードに対して延期スタンスを聞かせる、まあ、アイドリングというかね、カラボケを伝えて延期スタンスを聞いていただくというので、ね、そういったデモニーがありましたけども、この中で寺田雄一郎さんの解説というお話、もうね、いろんな話したんじゃないかなと、私も私はね、ちょっと印象的な話でしたけども、こう非常にいい話、他ではなくて、チェッカーに向けて燃料を一旦とどめる、給油できませんので、とどめるようになったんで、チェッカーを受けるための燃料だけ今残った状態で止まっているんじゃないかなというふうにね、思います。さあ、トップは変わりません。ゼッケン56番 MM ヒメールロードスター、74周を終えて75周目です。今ちょうど、ね、馬の背立ち上がっているスピー区間を走行中です。もうしばらくするとこのメインストレート、コントロールタワー前のあれでしょう。あ、そして今トップ帰ってきました。 MM ヒメールロードスター、ラップタイムは2分6秒、これはもう燃費走行に入っています、燃費走行に入っています。このストレートスピードを見ても非常に抑えたスピードを見ていて分かりますよね。ベストタイムは1分47秒ですよ。1分47秒に対して現在のラップタイムは2分6秒です。プラス20秒、これ相当厳しい状態なんじゃないですかね。残り3分となりました。松田さん、東北ミーティング2017イクスコ、マスタイのトークラストが実戦です。決勝のチェッカーフラッグまで残り2分37、36、35という状態までやってまいりました。さあ、周回数でいけば、あ、これどうですかね、2ラップかな、2ラップいけちゃうね、このラップタイムだと。ワンラップで終わらせたいなって、そんな気持ちあるんじゃないかなってね、そんな気しますよね。後方とのギャップ考えても、それぐらいペース落としても十分じゃないかなっていう、そんな状態まで来ています。ゼッケン56番、クリーム色のロードスターでした。 MM ヒメールロードスターが現在トップを走行中です。75周を終えて76周目、76周チェッカーなのか77周チェッカーなのか、ちょっとね、注目していきたいと思います。さあ、コース上は今 S2 区間を走行しております。今モニター上で確認が取れています。結構ね、普通に走ってるような気がしますね。あ、そしてかなり燃費的に辛いのが総合2番手プラムスワヒメ GI ロードスター。あー、マシンを止める。最終コーナー、モーターサイクル試験のイン側、あれ惰性であそこまで来たんだ。いやー、燃費もたなかった。そしてメインストレート、コントロールライン上でも1台のマシンが止まっている。あー、これは厳しい戦いになりそうだ。ロードスターもチェッカーとなりました。あー、ゆっくりとゆっくりと各車両チェッカーを受けていきます。白いロードスターも今チェッカーです。ゼッケン29番、 DL フラットスポーツデミオもチェッカーです。見事総合11番手のチェッカーとなりました。74周を周回です。さあ、トップのマシンは77周の周回となりました。この2017年の第1戦、さあ、AZ ワンも来た。25周年記念チーム、ゼッケン39番 F1 ロードスター林美奈選手、2代目の選手、松田
ダ 787B デモランを管理いたします。ただいまよりマツダ 787B デモラン降水です。F1 ロードスターのチームの皆さんは来てますか？あ、来てましたね。